はい、JK オーディオというブースに来ています。JK オーディオのブースではですね、日本のリセラーがまだないということなんですが、ちょっと面白い製品を見つけたのでレポートします。こちらの製品です。Bluetooth のアダプターなんですけれども、マイクの、後ろにつける XLR のコネクタがついています。ヘッドセットに直接送ることもできますし、iPhone や Bluetooth を使った、機器にそのまま直接送ることができます。同時にですね、こちらの方に、端子がついておりまして、こちらからオーディオの出力も得ることができるということで、双方向のやり取りができると言っております。価格は249ドルということなんですけれども、これをマイクのところにつけてですね、実際にこんな形でつけてレポートをすることができるようになります。片方、1セット組にして使うとですね、カメラの方でも、マイク入力のところに出力が出せるということで、うまく使うと、こういった簡単なレポートがですね、Bluetooth を使って、運用ができるようになります。なかなかこういう無線のマイク取り付ける機器がですね、少ない状況にあって、 Bluetooth という世界標準の規格を作っているということで、非常に面白い製品だと思います。もう一つですね、同じような形をしているんですが、こちらオスメスが違うタイプですね。こちらもあります。こちらはですね、同じ機能を持たせながら、実際にですね、ミキサーの方につけて取り付けるタイプだと言っておりますので、これも、合わせて使える面白い製品になると思います。